のアニメイト TV をご覧の皆さん、こんにちは。貧乏姉妹物語で越後屋金子をやらせていただいてます、新藤直美です。同じく貧乏姉妹物語で越後屋銀行役の小桜悦子と申します。いやーいやー2人いいですよ。なんだか、ね、以前出させてもらった時は4人で話してやったんですけども、すっかりあのマーヤちゃんにお任せしてたら今日は早の外です。傍観者になっちゃって足組みまくりです。ね、チェックされてますね。ちょっときっちりやらない、はい、でどうですかね、9話、いや最近どうですか。9話になっちゃいました。早いですよ ね、なんかあのこれで3回目です。3回目です ね、でも当初なんかに噂に2回かもって聞いてたので、はい、出させてもらってよかったです ね、だって10話のうち2回だとなんか3分の1ぐらいな感じ、1以下ですけど、3本も出たんじゃ、だいぶ出たって感じですよね。そうですよね。あ、まあまあまあ、やったかなっていう。ちょっと割合的に。割合的には。もし100本あったら、3本出てると30本も出れたってことですからね。そうですよね。まあ、もし仮にですけどね。そう思うと、まああの、いっぱい出たなって感じがしますよね。そうですね。はい。どうですか今回はあの、どうですかね。困ったらどうですかですけど。携帯電話の話でしたね。そうでした。今日はあの、また話し込みたいですけどね。スタジオにもね、アフレコの時に見本がずらりと、はい、見本ってって言われて、携帯の携帯って感じで、そうそう、あの、あ、これ懐かしいななんて言いながら見本にしてやってましたけども、うん、ね、でも携帯でもこうそういうのでつながる姉妹みたいな感じで良かったですよね、うん、今日の話すごく良かったですね。ですよね。あの、あ、分かる分かるっていう感じなんですよ、うん、やっぱり携帯を持つと逆に不安になったり、ね、そうありますよね。でもこう絆がちゃんと分かったりとかしていいですよね。銀子ちゃんも携帯を持たせてもらえることにはなりそうなんですが、どんな風に持たせてもらうかっていうのはちょっと楽しみですよ ね、あの結局持たせてもらえたのかどうなのかもまだ分からないんですよ ね、はい、そうですね。あの、どうなってしまうのやらっていう感 じのとこで終わってましたね。相変わらず面白い姉妹だなと思って、はい、そうです、ね、はい、はい、そんな貧乏姉妹物語ですけどもこちらですね、テレビ朝日で毎週木曜26時40分から27時10分まで絶賛放送中でございます、はい、もうね、もう半分いっちゃってって感じもありますが、そうですよね、そして、あ、うっかり見逃しちゃったわなんて、そんなあなたに朗報。お、9月22日からはなんと ATX で全国放送決定でございます。うわー、全国放送ですよね。え、すごいですよ ね、まだ9月22日ずいぶん先あるので、うんうん、忘れずにぜひぜひチェックしてほしいです ね、本当にこの作品は何度も何度も見たいと思うところがありますので、ほんわかしててね、すごくいいですよ ね、なので、DVD なんかもぼちぼち出そうなんで、そちらもぜひ、うん、チェックして見てほしいですね。我々もチェックしたいと思っております。はい、そしてですね、原作もですね絶賛発売中ということで、今日は、そんな中お忙しい中先生がなさってるんですよ声しか出演されませんが、どうぞ。ありがとうございます。あの、金子銀行大好きなのに3回しか出なくて残念なんで、またあの原作の方を読んでいただけるといいかと思います。先生は金庫銀庫派だったみたいですよ。怖い怖い。ディレクターが怒ってる。足組んで怒ってる。ちょっと物聞きました。また敵作ってるんだね。まあね。はい。というわけで、じゃあみんな。そうですね。また。どうですか。いやいや、ぜひあの、はい、これからも。あと1本ということで、そうですよ、収録はそうです、ね、なんか寂しい限りなんですけども、はい、ぜひね、最終話も楽しみにしていただきたいと思います。お願いします。はい、それではみんな、はい、お元気でまた後